はい、皆さんこんにちは、ネクストリートケントです。今日もよろしくお願いします。で、今日なんですけれども、皆さんトレーニング中にマウスピースって使ったことありますか？または使ってる方を見たことがありますか？で、今日はですね、マウスピースっていうものがウェイトトレーニング、筋トレにとって果たしてどういう影響があるのか、プラスに働くのか、それともネガティブに働くのかっていうのを少しお話しできればいいのかなと思います。興味ある方はぜひお付き合いください。よろしくお願いします。なんですけれども、今日はマウスピースのお話をしていこうと思います。で、皆さんもジムでおそらくですね、マウスピース使ったことない方も使ってる方を見たことがあるんじゃないのかなと思うんですよね。で、そういった時に、なぜその方はマウスピース使ってるのかって疑問に感じたことがあると思います。マウスピースを使うと重い挙上重力が上がるのか、それともスタミナが持続するのかと、今日はそういったところにもね、触れてお話ししていきたいと思うんですけれども、本来マウスピースをつける目的って、スポーツでいうと例えばボクシング、アイスホッケーとかで、その口の中を傷つけないようにするために用いるっていうのが主な目的なんですよね。もちろんボクシングとかアイスホッケーですごい力を、瞬発的な力を出したいから使うっていうよりは、そういった保護の目的で使ってる場合が多いです。あとはですね、歯の矯正だったり噛み合わせの調整、それから顎の矯正といった目的で、歯医者さんに作っていただいてつけているっていうような、そういった流れでつけている方が多いと思います。で、実際これを筋トレっていうところで考えるとどうなのかっていうお話をしていくんですけれども、筋トレでこのマウスピースを使うことにはポジティブな意見と、それからネガティブな意見が2つあります。ポジティブな意見っていうのは、歯を食いしばると力を、瞬発的な力を発揮しやすいから、挙上重量が上げやすくて使っているっていうポジティブな意見で、ネガティブな意見としては、歯を食いしばると顎だったり、胸鎖乳突筋、それから僧帽筋の上部に対して力が入ってしまって、本来入れるべき主導筋以外のところの筋収縮が起きてしまうために、狙ってる主導筋に対してのコントロールが難しい、おろそかになってしまうっていうネガティブな意見、この2つがあるんですね。で、この2つっていうのは両方とも間違ってないんです。で、例えばマウスピースを使うと挙上重量が 5% 上がるとか、マウスピースを使うと挙上重量が普段よりも 5% 下がるとかっていう明確な研究結果はありません。なので、この2つどちらが正しいかっていうのはかなり個人差があると考えてください。で、僕の話なんですけど、僕も実はマウスピースを使っていて、これ結構使い始めたのが早くて、本当にトレーニング始めて3ヶ月ぐらいでマウスピースを使い始めました。で、今僕が使ってるマウスピースっていうのが、このショックドクターっていう、すごい割安の、確か2000円ぐらいの、こういうなんか普通のね、本当にシンプルな市販されているマウスピースを使ってます。2000円ぐらいだと思います。で、なんで僕が使ってるのかってお話をしたいんですけれども、トレーニング始めたばっかりの時にですね、やっぱり重量にこだわって、なんだろう、トレーニング、フォーム別にそんな綺麗じゃないけど、とにかく重たいものを上げたいって思ってトレーニングをしてた時期がありました。本当にウェイトトレーニング始めて1ヶ月か3ヶ月ぐらいの時ですかね、あまりこう深く考えもせずに、重たいのを上げてるのがかっこいいみたいなことを思って上げてた時期があって、で、その時に高重量やっている時に、そのトレーニングの初動で歯を食いしばる癖があって、デッドリフトの 1,2 発重たいの、当時の重たいのですから、言ってもね、トレーニング始めて 1,2 ヶ月ところで、当時の重たいのって言ったら多分100キロとか、本当その辺だと思うんですけど、それを 1,2 発一生懸命上げるときに歯を食いしばっていて、今だと全然考えられないんですけど、上げるときに思いっきり歯を食いしばって奥歯が欠けちゃったんですよね。で、それ以来、その噛み締めるっていう動作に対して、すごい、なんだろう、トラウマじゃないんですけど、気になってしまって、うまくこう力を入れて噛めないというか、で、噛まない場合はそれはそれでちょっと気になっちゃうみたいな、で、どうしようかなって考えたときに、マウスピースを噛むことによってその不安を減らすっていう方法を取ろうというふうに思いまして、それ以来この安い2000円ぐらいのものを使ってるわけです。もちろんずっと使うものだったら、ちゃんと高いもの、歯医者さんとかに行ってオーダーメイドで作るっていうのはベストだと思うんですけど、僕の場合は本当にたまに重たい重量を持つ、今だったらスクワットしかやらないんですけど、その時に2、3発とか重たい重量をやる時に、本当に1セット2セットだけ使う用途としてこのマウスピースを利用しているので、正直あんまり安くても高くても関係ないのかなっていうのが、僕の個人的な印象ではあります。で、このマウスピースを使い出してから重たい重量が上がってるのかって言ったら、それは正直わからないです。もちろんその最初に使い始め
めた3ヶ月でそこから今2年ぐらい経ってるので、それは昔よりは上がってるんですけど、それはおそらく筋肉の発達もあるしマウスピースのおかげで上がってるとは思わないですけど、まあ自分的にはやっぱマウスピースを使ってる時の安心感があって居場重量が出せるかなっていったイメージはあります。で、先ほど言ったポジティブとネガティブの意見両方ともあるので、もし興味がある人がいたら一度使ってみて、いやでも全然変わんないとか結果が出ない、むしろちょっと微妙だなっていう思いがあればすぐやめていただいて、まあそんな軽い気持ちで試す分にはいいのかなとは思います。ただこの数少ないマウスピースのエビデンスの中でも2つほど、まあ、僕が自信を持ってというか間違いないかなと思いまして、皆さんにお伝えできるお話があるんですけど、まあ、1つ目は物理的な刺激だったりそれから精神的なストレスを受けると人間ってのはコルチゾールを分泌するわけですよね。でコルチゾールを分泌するともちろん居場重量は上がらなくなりますし ATP 合成も遅くなると、まあ、エネルギーが出しにくくなるとっていうことがあると思います。でこのマウスピースがあるかないかはともかく歯を食いしばるとですね、人のコルチゾール分泌っていうのは通常よりも低下するっていうふうに言われてます。これは日本歯科医師会のシンポジウムでもおっしゃってたことなんでほぼほぼ間違いない情報なのかなと思います。で2つ目っていうのがトレーニングの初動、主に筋収縮の初動、例えばベンチプレスだったらラックアップの時の初動ではなくてラックアップして胸まで下ろして上げる時の初動、筋肉が収縮し始める段階では歯を食いしばった場合の方が筋出力が上げやすいっていうふうに言われてます。この2つはおそらく間違いないとは思うので、このマウスピースを使うメリットを強いてあげるとしたらその2点ぐらいが挙げれるのかなと思います。僕のこの動画以外にもマウスピースを使っているですね、有名なトップビルダー、オリンピア4回勝ってるのかな、ジェイ・カトラって選手がいます。おそらく皆さんご存知だと思うんですけど、その方はもうずっと10年ぐらいからマウスピースを使っていて YouTube でもマウスピースの話をアップしているので、ぜひ、ね、その辺も参考にしていただければと思います。まあ、彼はマウスピースを使うことによってさっきのコルチゾールの話もそうですし、ハイインテンシティで高強度で持久的なトレーニングを続けられるっていうふうには言ってます。まあ、正直どこにエビデンスがあるかは不明なんですけど、その話を聞く限り、まあ、面白いのでぜひそれを見てほしいと思います。よくそのマウスピース、ジェイ・カトラのマウスピースの話をすると6年前ぐらいだったんですよね、その動画が出てるのが。ジェイ・カトラのマウスピースって言ったら出るんですけど、スポンサーされてるからあえてよくそのマウスピースのことを言ってるっていう風に言う方がいらっしゃるんですけど、ジェイ・カトラは10年前ぐらいから実は自分で歯医者さんにオーダーメイドでお願いしてマウスピースを使ってたみたいなんですよね。でたまたまそのスポンサーをアンダーアーマーのマウスピースだったと思うんですけど、アンダーアーマーからスポンサーを受けたのが6年前っていうところで、まあそれまでも彼はずっとマウスピースを使ってたので、必ずしもその商売というか宣伝のためにマウスピースを使い始めたわけではないと思います。まあ、マウスピースに関しては人それぞれいろんな意見があって、いやあってもなくても変わんないよっていう方もおそらくいらっしゃると思いますし、あったら力出しやすいっていう風な方もいらっしゃると思います。まあ、これは本当に使ってみないと分かんないことだと思いますので、もし興味がある方は、まあ、安いもので十分試せると思うのでね、もちろん安すぎても噛み合わせが悪かったりするんで微妙ですけど、人の歯の形によって全然違いますけど、ぜひ試していただけたらと思います。でこのねマウスピースはっきり肯定もせずでも否定もせずっていう動画になってしまってちょっと曖昧で申し訳ないんですけれども、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。こういう動画がいいねと思ったり参考になったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いいたします。ノート、インスタグラム、オフィシャルウェブ、オンラインサロンなどのソーシャルメディアもやっております。エンドロールが嫌な方ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。No more looking straight at me. The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time round November. Never be adverse, but you took the ladder. Sure, still playing the right game, then I was lame. All of the sudden.